ともくんチャンネルです。はい、今回もね、セルシオと、通称クジラのクラウンですねを制作してます。で、今回は、内装の色ですね。はい、どちらの、セルシオもクジラのクラウンの方も内装の色分けを少しして、で、仮でね、ガラス面もつけて、でどちらのセルシオもクジラのクラウンも仮でシャーシと、ボディと合体しました。で、一応ねセルシオの方はフルスモークでやってます。で、クジラのクラウンは、リアガラスだけです。クリアですね、クリアブラックを拭いたのは。はい、で今仮でねこのクジラのクラウンの方のヘッドライト、グリルですねをつけてます。はい、で内装の方もね、ちょっと僕が作った木目調みたいな感じの色ですね。で色分けをしてます。はい、で肌色のとこですね、セルシオの方は肌色の方と、ダッシュボードは、このミッドナイトブルーと、であとところどころに、また僕がちょっと作ったね、作ったというか色をのせただけなんですけど、木目調みたいな感じの色にしてます。で、クジラのクラウンの方もダッシュボードと、内装の椅子のところらへんですね、はい、シートのところらへんは、ちょっと木目調とかでブラウンの色とかっていうのはつけてます。はい、で一応ね、こちらですね、はい、こちらの方はクジラのクラウンの方のダッシュボードですね。はい、で一応ハンドルとかで、ダッシュボードの前側ですね、はい、のところはこんな感じで、最初に普通のブラウンを塗りました。でその上に、これは GX クリアブラウンを塗ってます。はい、普通の茶色ですね、ブラウンはこれもミスターカラーなんですけど、でクリアブラウンもミスターカラーの方を使ってます。はい、一応昔風みたいな感じのダッシュボードになってます。で、メーターのとこだけメッキのね、ガンダムメッキシルバーのピントマーカーでちょんちょんと塗ってます。はい、こんな感じにはなってます。はい、でセルシオの方のダッシュボードがこんな感じですね。はい、ところどころに先ほどした、ブラウンを塗って、でその上に、クリアブラウンを塗ってます。はい、まだもうちょっとね、もう一回だけクリアブラウンを塗ります。はい、こんな感じです。
これがセルシオのやつですね。はい、でこれセルシオの内装なんですけど、はい、ここら辺とかこの中ですねっていうのがブラウンを塗ってから乾いてからね、クリアブラウンを塗ったらちょっと濃いような感じの、木目調の色になりました。はい、センターのね、肘掛けですね、はい、このとこら辺も同じような色で塗ってます。はい、もうちょっとね、ところどころ修正をしますが、はい、まあどちらも次回ぐらいでは完成できるかなと思います。まあ時間かかってあと2日、はい、で早くて、次回ぐらいでできるかなと思います。完成できると思います。はい、で、クジラのクラウンの方の、はい、内装なんですけど、まあシートのとことかねっていうのはこんな感じの、これは普通に、ブラウンで塗ってます。はい、まあダッシュボードだけですね。はい、クジラのクラウンのダッシュボードだけブラウン塗ってからクリアブラウンを塗ってるだけで、あとはこのシートはね、ブラウンだけ塗ってます。まあ、ちょっとね、もう少し、はい、これも修正をして綺麗にします。はい、一応こんな感じです。リアの方もね、ガラスの方もまあ中は見えます。クリアブラックなんで、3回塗ってますが中は見えます。はい、画面上では見えないかな。はい、でまあ一応ね、これも走ります。はい、前回とかもちょっと紹介したかなと思うんですけど、はい、モーターついてるんで走ります。はい、でテールなんですけど、これはね普通にガラス面だけクリアパーツなんですけど、それが今ここついてないです。はい、もうテールは今んとこついてないんですけど、それがテールの部品っていうのはこれです。メッキの四角いやつが4つついてます。それに、クリアレッドとかクリアオレンジとかで塗ってこのテールにつけます。はい、一応ね、横のメッキとかもバンパーのメッキのとことかもつけていきます。はい、またちょこちょことね、ボディもどちらのねセルシオもクラウンの方もどちらもボディの方もちょっとだけ、色分けをします。はい、ガンダムメッキシルバーでね窓枠とかも塗ったりとか、テールの周りヘッドライトとかボンネットのとこですね、はい、とかも全部ちょこちょこと細かいとこは塗り分けをしますんで、また、次回で、紹介をもうちょっとして、で最後には完成の動画も撮れるかなと思いますんで、よかったらまた次回の動画も見てください。はい、まあ、今回はこんな感じで内装の色ですね、2台ともですね内装の色とで、仮でこんな感じで
シャーシとが、ボディと合体 してでこんな感じで紹介をできたかなと思います。はい、まあ、次回もうちょっと進んでると思いますんで、よかったら次回の動画も見てください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。